おはようございます。4月8日木曜日の東京インフォメーションです。東京都はアートにエールを東京プロジェクトステージ型の追加募集を受け付けます。アートにエールを東京プロジェクトステージ型は、新型コロナウイルス感染症緊急対策として実施された芸術文化活動支援事業で、去年実施した支援に続き新たな募集を行うということです。採択された企画の講演などの動画を掲出すると、制作支援金が支払われ、掲出した動画はインターネットを利用し一定期間無料で配信されます。追加募集する作品の制作支援金は1件200万円で、募集数は100件、対象となる団体は今年1月から3月に都内で予定していた公演が中止・延期・入場制限となった団体で、前回募集で採択された団体は対象外になります。対象となる公演は演劇・舞踊・舞踏・音楽・伝統芸能などの芸術分野、都内の劇場・ホールなどの上演施設で無観客で開催する公演などの作品の企画は対象外となります。動画作品の長さは20分以上で、動画の撮影・編集は採択された団体自身が行います。企画の募集期間は明日9日金曜日から今月20日火曜日まで、審査結果は6月下旬に通知され、上演期間は6月27日日曜日から10月31日日曜日までです。詳しくはアートにエールを東京プロジェクトステージ型のホームページをご覧ください。新型コロナコールセンターと東京都発熱相談センターでは、多言語対応を拡充しています。新型コロナコールセンターは、新型コロナウイルスの感染予防策や心配な症状が現れた時の相談などに応じるもので、東京都発熱相談センターは、発熱した人の中でかかりつけ医などがいない人からの相談を受け付けているほか、地域の身近な医療機関への案内なども行っています。2つのセンターでは、これまでより多くの外国人からの相談に対応するため、多言語の対応を実施しています。新型コロナコールセンターはナビダイヤル 0570-550-0571 で、毎日午前9時から午後10時まで、英語、中国語、韓国語に加え、ベトナム語、タガログ語など11の外国語に対応しています。東京都発熱相談センターは、電話 03-5320-4592 で、24時間毎日、こちらも11の外国語に対応しています。東京都チャレンジショップ総の実吉祥寺への出店者を募集しています。東京都チャレンジショップ総の実は、商店街での開業を目指す人に店舗運営や販売の機会を提供し、将来の独立開業をサポートするための期間限定のチャレンジショップです。出店者を募集しているのは、吉祥寺駅から井の頭公園方向へ徒歩およそ4分の場所にある総の実吉祥寺で、店内のテナント区画、テナント B が対象区画です。業種は小売やサービス業で、事業者数は1、出店費用は利用料が月額36,300円で、水道光熱費、商店会費は実費負担になります。出店時期は今年の6月上旬です。対象は都内在住で、都内商店街での開業を目指している成人女性、または来年3月31日時点で39歳以下の成人男性、お店を持った経験のない個人、または個人事業主、これらすべての要件を満たしている人です。出店期間は6ヶ月で、希望すれば6ヶ月間の延長も可能です。申し込み書類の提出は郵送で、今月20日火曜日必着です。書類審査は今月26日月曜日予定、面接審査が来月7日金曜日予定で、決定は来月中旬です。詳しくは東京都中小企業振興公社のホームページをご覧ください。また今月12日月曜日午後4時から5時まで現地見学会があります。参加を希望する人は12日月曜日の正午までにホームページからお申し込みください。東京インフォメーションのホームページには、より詳しい情報へのリンクがあります。ここまで東京インフォメーションでした。